今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。えー、ミッションミッションというですね、マーゼル2グループが出来上がるまでのドキュメンタリー映像を見させていただきながら、ちょっと嫌なかった。<laughs> 見させていただきながら、勝手に思うままにお話をしていく動画ですけれども、今回見ているエピソード9がですね、非常に長い動画になってます。1時間19分09秒、えー、分けて見ていこうということで、前回はチーム A のパフォーマンスのね、 スカハさんに見せる、えー、パフォーマンス2回言いました、えー、を見させていただきながらお話をさせていただきましてちょうどそこが終わったところで止まっておりますので今日はチーム B のパフォーマンスのところから見ていきたいと思います前回止めてるところは14分47秒のところですのでその続きからいってみましょうそれでは早速再生ポコンさあスカハさんチーム B の皆さん最後のパフォーマンスどうですかと コウちゃん、<laughs> コウヘイ君、どうですかと、この前の中ハ発表の時に、雰囲気というところに対して、いい感じというふうには言っていただいたんですけど、と、あまり、僕らも、ちゃんとイメージしたものを表現できてると思ってたんですけど、と、うん、100%腑にしてなくと、それで昨日、カチッとはまったおので、僕らの中、 では動画を見返すと全然違うところでおお、そのカじッとハマった雰囲気を今回見せたいと思いますすごいいい表情で喋ってくれますねありがとうございます楽しみにしてます生徒はどうですかと生徒くんはい1週間もうほんと喋ってる声の響きい,いね生徒くん本当にこの B のグループは常に話し合うことがすごく多くてと <laughs> 見てる <laughs> はい、こんな相性が合うような人間が揃うことは本当に奇跡なのでと今まで話し合ってきたこのファンタジーを皆さんに届けれるように頑張りたいと思いますとよろしくお願いしますとうん「直哉はどうですか?と」とそうですねとはいさっき浩平君が言ってくれたようにとスカイハイさんに 言葉いいただいてから僕たちなりにすごく話し合うことが多くてとそこから本当にカチッとみんなで意識が揃うと、おおダンスも揃って僕たちにしか出せないこのゴリにしか出せないファンタジーというのを僕たちで昨日やっと見つけることができたのでと早くスカイハイさんやこの画面で見てくださっている皆さんに早く見ていただきたいなというふうに思ってますすごいなおやこいいですねワクワクしてますありがとうございます 自分ももワワクワクさせてもらいいいますすといい関係ですねスカイハーター英気はどうですかと。このチームはみんなが言ったようにと。練習に対してパフォーマンスに対して一つも妥協しないチームだなと感じていて。うん、練習でも一つ踊ったことに絶対言葉が出ないことがなかったぐらい。うん、多くの言葉を使ってみんなで伝え合ってと話し合ってきたチームなんですけど、個人的には。 みんなダンスのスキルだったりキャリアがある方が多い中で自分に対してしっかり壁を突きつけてくれてなるほどね逆に甘え、うん、させないでくれた仲間そしてその壁を壁で終わるんじゃなくって階段にしてくれたのも仲間おしゃれなこと言うねその階段も一緒に登ろ,うと登ろうとしてくれたのもこの仲間なんだ今までやっててきたこと全て活かして 全力でパフォーマンスをして僕たちにしかできないファンタジーをお見せできたらなと思います。よろしくお願いします。すごい。a、え、k、ー、君もいいお話できますね。はい。スカイさん a k、えー、以外はね、みんなダンス経験がしっかりあるもんね、と。その中でどんなファンタジーを見せてもらえるのか楽しみにしてますんで、と。よろしくお願いします、と。お一人だけでコメントもらえなかったね。きっとお話ししてるんでしょうけど。 さあ、4人のお話を聞いて、5人で固まって、カチッとハマったそのパフォーマンスいいねひとめてたけ、うん、輝いていて引き寄せられていいね、歌ってない時の表現、良かったですね、表情、表現針を止め、手を握りしめ、せないこそさあ、カエリーくんたちも映ってます 朝までのスイーパーライト。おおエイキ君いい声。世界、他はきりしない。うわ、エイキ君いいね。縮めてよりオーライト。オーラインーさせとくん。さめ足りないよ。柔らかい声。愛罠に誘い、君だけにあける道の果実難しいメロディーですけど、こう。あファラいいで、エイキ君。 この恋の魔法にせにすれえいきくんやべえねいいねファナシーうんふたりきれいじゃすえみおいいねファンタシーあ f a ファ a シ y この恋の魔法のせにすればいいおお、oh, 首だけ回ってうわ あん中で駅くん、させとくん、はい、わらわい、あせとくん、はい、わらわい、あせとくん、あ、い o や、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 a n や、l や、e や、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 がや、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 君や、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 だけ明日よりもや、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 ることのないよや、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 よいいね バカでないよンでうわ、ええー、聞く。アイスやジュアリー。お、いいよ、聖いくん、発音。で、ほら、太陽が僕らを見つけに、車に,に行くよ、ベビーをレッド。わ、あ、すごい。いいよ。Say a l l n i g h t all,、right, all n i g h t l o n g h e a つけない、離さないで絶対。お、お、うん。距離 a l l n i g h t a l l n i g h t good。聖いくん。 終甘いわらに誘い君だけにあげ道におかじる、うんぺいぺいわあ栄君何回も言ってしまいますけど木の魔法のせりすればうわっかっこいいな栄君マジで「つい2人きり、Just、you and me ああ、素晴らしい。ああ、見え。えいきくん。すればいい。おお。うわ。素晴らしいパフォーマンスでした。ありがとうございました。スカイ,ハイさん。エイキはどうでしたか。やってみて,て。はい。 すすごく緊張してた、本当ですかやっぱり音楽が鳴り始めたら音楽に身を任せるじゃないですけどとすごく心の底から楽しいパフォーマンスができたなと思うんですけどやっぱりここのステージに来るまでにあたって自分たちのチームだけもそうなんですけどと他の2チームだったり宿舎の中でもたくさんコミュニケーションをとってこの「ファンタジー」という一曲に対していっぱい考えていっぱい悩んでいっぱい心から楽しんで その分、ちゃんと悔しい思いも、えー、個人的に,的にもチームとしてもしてきた分、今までの全てが乗ったファンタジーがお見せできたのではないかなと思うのでと、うん、とてもチームのメンバーもそうですし、この15人全員に感謝したいですし、うん、支えてくださったスタッフさんだったり、メイクさんだったりにも、本当に心の底から感謝の気持ちでいいっぱいですもうすごい全部言ったよ、見事。ね、ヒーローインタビューのようだ、本当そうですよ。 スカーハイさん言ってますけど、パフォーマンスをてえても、この人は優しそうだなというのが伝わってくる瞬間がそうやというのええー、聞くね、そう。それはすごく長所だと思いますし、やっぱりある程度の技術がないとそういうところまでにじみ出てこないから、踊りながら歌うこととかに対して、いっぱいいっぱいにも一切なってないというのがある、うん。完全にスタートラインよりはもう3歩ぐらい向こうという感じだと思います。ふわっと全体を見ると、一人経験のね、ダンスの経験の浅い子がいるというのは、 もう気にならないかなうん、気づかないしむしろ歌いながら踊ってる時の方が振りのニュアンスもハマったりしての、うん、とても高い才能の持ち主だなというのを改めて実感さされましたしと歌はまだ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 全然良くなると思います、うん、まだ全然伸びしろあると思うので楽しみにしていますうん素敵でしたと生徒はどうでしたとうん、生徒くんうんと このファンタジーを通してチーム B このメンバーの中でだったら自分がどういうというふうに自分の人間性を出したりとかできるかなというふうにパフォーマンス以外でも考えることがすごい多くて本当にこの1週間を通して自分の役割というか例えば 落ち込んだときは、ちょっと本和化させれるような自分を出すことができたり、うん、グループとして必要な役割を果たせたかなと思っております。素晴らしい。素晴らしいです。うん、塚カさん、うん、わかります。すごい素敵なことだと思うし、グループとかチームをうまく活かせようと思って、 そういうふうに考えてくれたのも素敵なことだしおお人として素晴らしいことだなとうん思うんですけど変な話だけどとそんなに気にしないでもよいよというところもあるかもね、うん、一緒にいること自体に気を使っちゃうようにすると,とそれこそ長くやっていくグループだった場合 自分が疲れたりとか自分が疲れると人を疲れさせちゃったりとか、うん、しちゃうと思うんでチームのためにということは、うん、考えなくていいと思うともう,もうちょっとフラットにせっかく一緒にいるから隣の人がちょっとでも楽しい方がいいかなとか落ち込んでたら励ましてあげようかなとか自分今落ち込んでるから励ましてもらおうかなとかそういうもので、うん、いいと思いますチームになった時にグループとしてデビューした時に 自分はこういう存在でなきゃいけないんじゃないかとかこういうキャラクターやなきゃいけないんじゃないかとか,ううか,とかそう考えちゃうと絶対良くないでうんパフォーマンス中は生徒甘えんのがとてもうまいタイプ、うん、だと思うので多分見てる人とかがあの子の笑顔は人懐っこいねとかなんか好きになっちゃうねというふうに思ってもらえるパフォーマンスができる方だと思うのでうんパフォーマンスじゃない時にそれができないと逆にもったいないかなって そこよりも自分が気になってるのはせっかくなのでトレーニング期間も長いしクオリティをさらに上げてほしいなと思っていますパフォーマンスにおいては、うん、純粋な歌とダンスの、うん、クオリティというのはせっかくポテンシャ,ポテンシャルが高いのでより突き止めてほしいなと、うん、そんくらいですうんナオヤはどうでしたと本当に5人とチームを組むことができて 練習をする中でほんまにグループってやっぱり自分がずっとちっちゃい時からボーイズグループになりたいという夢があったのでとやっぱりボーイズグループっていいなと思ったしと自分自分で考え込むんじゃなくてみんなに甘えることができたりとかうん本当に甘えることができたしとグループとしてだん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 、うん、成長していく姿が見れてすごい良かったなとグループとしては思いましたと。 個人としては僕本当にたくさん課題があって、うん、まずは自信がなかったというのとあと表現に一つ一つしか表現がないっていうのが、うん、自分の中ですごい課題でこのメンバーと、えー、本当にこういう方がいいんじゃないとかここに癖がついてるとか自分が気づかない部分を気づかせてくれたので本当にグループっていいなというふうに思った1週間でした。はい、ありがとうございますと塚原さん。 いや、でもあれでも直哉と浩平はグループ経験があるっていうのを一緒にやってた一緒にやってたなグループ経験がお互いにあるということじゃなくてああ同じグループなんだへえいつ頃経験合格してから <laughs> 3時の時にえー、ええー、えみたいになってほうびっくりですねと、うん パフォーマンスすごい素敵でしたと。中間発表の時と今でと。だいぶ大きく変わっていたと思うし、意識して変えてくれてるところも伝わったし、少し緩急の緩の方、ね、緩い方ですね。分もうちょっと軽1 0の重の部分、重い方。どしっという瞬間がこれ音か表情ですごい止め跳ねの止めみたいのがすごいできていた。うん ななのののカラーみたたいいものができつ,つあるんだなというのを感じました、うん、すごい中間発表からここまでの短い期間だけれどととても2日と思えないぐらいうん多分パフォーマンスアーティストとして大きな結構大きな転換期だなと思うのでうんう引き続き頑張っていってほしいなということにつけるかなと思いますもちろん端的にコレオとか歌といったらまだまだ伸びるところはいっぱいあると思うんですけどと ちょっとその転換にびっくりしました。カラーがすごい出てていいパフォーマンスでした。うん。ありがとうございます。と。ありがとうございました。<laughs> みんな拍手して。うん。さあ、で、てかて、てかてって。はい、これでチーム B を見させていただきましたけど、まあ今ね、スカハイさんのコメントを結構長く皆さんにしてましたけど、 まあ今までもミッションミッションそれからザ・ファーストも見させていただいてきながらま k y −さんの言葉のチョイスという話をいっぱいしてきたんですけど、まあ、私も歌の先生というお仕事をさせていただいてもう20年ですかねやっぱりそのもうちょっとここがこういう風になってほしいなと思う時の伝え方っていうのは非常に、うん、まあボイストレーナーとしても気を使う部分でもあるしそれはまあその生産をへこませないようにということじゃなくてなんかこうプラスの方向に持っと でいって欲しいなと思う時にじゃああんまりこうね歌声とかがうまく届いてなかった時にどう伝えるかっていうとスカイハイさんは今これはまあ逆に言ってしまえば今はまだちょっとね足りてない部分はあるけどということにはまあなってくると思うんですけどそれをねまだ足りてないからもっと練習してって言うんではなくてまだまだ伸びしろはあると思うんでっていうふうにこれはまあ同じことを言ってるんですけど。 でもやっぱりこうね聞いてる側が「よしじゃあもうちょっと頑張んなければ」ってねもう世論頑張ってるんですけどさらに伸びていこうって思うのと今ダメなのかと思わせてしまうのと全然違うと思うんですけどそれをねこうやってまあ2週間あ1週間これの場合は2日間かえいや1週間かいやまあどっちにせよあのスカさんがずっと見てなかったから余計に言葉をもうねあの選ばれてる部分もあると思うんですけどでも すごいやっぱりねあのこういう言葉の選び方をしてくれるスカイハイさんのもとで皆さんやってみたいというふうに思っている部分もあると思いますのでなんか改めてそこはねまたじっくり見ることができて私も勉強になったなと思いますしで今まあ、ね、塚田さんがいろんなメンバーに対して言ってますけど私はね、まあ、途中でも何回も言いましたけどやっぱちょっと英輝くんが末恐ろしいなという感じがすごくありましたね。 あの先ほどねそれこそスカイさんがまだまだ伸びしろがあるというお話をしてましたけどなんか伸びしろはもちろんまだまだあるんだろうけれどもその今の段階でこうパフォーマンスできている内容だったり歌声を聴くともう何て言うんでしょうねうわっと伸びるの,ののもう種としては十分な要素がもうダダ漏れしてるというか。 なんかまだ自分ではうまくコントロールできてないんだけどものすごいパワーがもう出てきちゃってる感じというんですかねそれを私は勝手に今見ながら思っていていやすごいちょっとね今改めて今もうねマーゼルはグループしてますからあグループじゃないマーゼルはもうデビューしてますからマーゼルというグループはデビューしてますからいいキいると思うんですけどなんかこの段階からまた もし今デビュー組にいるとしたら相当な変化があるんじゃないかなというのでちょっと今見ながら早く今の A 気君を聞きたいなというまあいるにせよいないにせよと思ってしまうぐらいすごいちょっとワクワクしちゃいましたね素晴らしいパフォーマンスだったんじゃないかなというふうに思いましたはいということでえーまたね今ここで止めてしまいましたけれどももう一個チーム C のパフォーマンスがまた え続けてきてると思いますのでそちらをまた明日以降ね見させていただきたいと思いますのでまたもよろしかったら一緒に見ていただけたら嬉しいなと思いますということで皆さん今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。